こんにちは、伊藤かりんです。私は今東京ディズニーシーのファンタジースプリングスに来ています。6月6日にオープンする新エリアです。今回は東京ディズニーリゾートさんにご招待いただきましたので、中の様子を少しご紹介できればと思います。それでは今回の動画もよろしくお願いします。ここはジャスミンのフライングカーペットの横の道ですね、から入ってきたところになります。ファンタジースプリングスホテルっていうのも今回新しくできて、そっち側から入ることもできるんですけど、パーク内からだとここの場所からになります。今回のファンタジースプリングスが3つのエリアに大体分かれていて、ラプンツェルとアナと雪の女王アナエルサ、そしてネバーランドピーターパン、ティンカーベルのエリアとなります。この岩がね、入り口のとこに3つあるんですけど、分かりにくいけどティンカーベルもここにいます。よーく見るとこの粉がかかってる感じですね、妖精の粉が。この3つのエリアに分かれています。入ってすぐのところにまず自動販売機があります。自動販売機はエリア内ではここだけなので、水分補給したい方はここですね。レストランの予約とかが取れてないと中でいろいろ買ったりとかができないので、この自販機はとても重要になると思います。どこにも所属しないエリアはこの木のゴミ箱ですね。そして入ってすぐのところにトイレもあります。トイレはエリア内2カ所しかなくて、ここと、あとアナ雪のエリアにあります。あとはレストランが、各エリア1つずつあるんですけど、だ計3つあるんですけど、アナ雪のレストランとラプンツェルのレストランにはお手洗いがあるんですけど、ピーターパンのレストランにはないです。そもそもこのファンタジースプリングスっていうのが、こう精霊が住む魔法の泉なんですけど、まあ、その精霊の住む魔法の泉をある時旅を愛するダッチェスという方が見つけたんですよね。こういった泉とか湧き出る水、川の流れをたどっていくと、さまざまな物語の世界が広がっていたというストーリーになっています。なのでこういった泉の周りの岩や木のところにはさまざまな物語のこうキャラクターがいるということになっています。すべてのことに言えるんですけど、できれば事前に映画を見てきた方がいいです。なかなか来られるエリアじゃ今のところないので、その貴重な1回を最大限のこう満足度にするためには、やっぱりこうエリアのこの勉強をしてきた方がいいのかなって思います。ここで補足です。今回の3エリアに関わる作品一覧がこちらです。本当は全て見てから行ってほしいんですけど、さすがに多くて大変かと思うので、見てほしい作品に優先順位をつけました。参考にしていただければ嬉しいです。ということで、まずはピーターパンのエリアに行ってみましょう。さあ、ネバーランドの近くにやってきました。この奥にネバーランドの山がありまして、この手前にはフック船長の海賊船では、フック船長の海賊船に乗り込みます。ここはフック船長のお部屋だ。じゃあ俺からだ、船長。おお、いいっすね。じゃあ船長の海から始まる、うちわ。しりとりしてる。うちわか。じゃあ、わあ、ワニ。いやあ、脅かすな。
ご心配なく船長、あっしが助けて差し上げますよ。ファンディだから2から始まる海賊船を運転することもできます。ネバーランドに行きたいですね。ラム酒が積んである。海賊にお酒はつきものですからね。ここはフック船長の椅子ですね。フック船長になった感じで写真が撮ることができますね。ではクルーのメンバー、ミスタースミーの名前もあります。反対側も登ってみましょうかね。この海賊船からはドクロ岩を見ることができます。あっちも行けるので後で行きましょう。うわー、ネバーランドじゃんここ。やばい。この海賊船は別にこうアトラクションとかそういうわけではないんですけど、かなり大きく精巧に作られてますね。このね、フック船長のお部屋の窓にホコリが積もってるのも最高、めっちゃいい。隠れミッキーもいます。このエリアはロストキッズのエリアなので本当にね、遊び心満点なんですよ。ロストキッズのセンスが良くて、これとかこの木のさ、この幹っていうのを使ってワニの絵描いてたり、この木の模様を使ってカタツムリにしてたり、めっちゃ可愛い。床にはこのエリアのこの地図ですね。今正面にネバーランドがあるので正面だよって書いてたり、右斜め前がドクロ岩とか海賊船とか書いてあります。いやー、めちゃめちゃ素敵。ネバーランドには2つのアトラクションがあります。ピーターパンとティンカーベル。全然あ、すいません、かわいい、ありがとうございます。私たちはこのロストキッズの、はい、ロストキッズの仲間たち。あ、そうなんですね、はい、じゃあ後で、あ、そうですよね、後で仲間になりに行きます。ぜひありがとうございます。はい、ありがとうございます。すいません。それではピーターパンのネバーランドアドベンチャーに行きます。プレゼンテッドバイ NTT コミュニケーションズ。ピーターパンのこの旧ラインはロストキッズたちの遊び場、夕暮れ時のネバーランドっていうものらしいです。こう寝床だったりご飯を食べるところだったりいろいろあるみたいです。これとかは遊び場ですね。今はもう夜なのでロストキッズたちはお家に帰って過ごしてるみたいです。これは金貨なのかなと思いきや、何かを輪切りして塗ってるので偽物の金貨なんですよね。ロストキッズたちはそうやって遊んでますね。今からロストキッズの住処に突入します。ティンカーベル。え、フック船長がどうしたって？
宙返りは誘拐さんだ。それは大変だ。みんな起きるんだ。どうしたの？リーダー、ジョン・ダーリンがフック船長に誘拐されたんだ。大変だ。ジョンを助けに行こう。このアトラクションは 3D メガネなので、これをつけて行ってきます。アトラクションは撮影禁止なので楽しんできます。いや、このアトラクションやばいですね。作品とか知らないけど、こう乗るのが好きっていう人も楽しめるし、ピーターパン大好きな人もやばいし、これとんでもないものが日本にできたなっていう感覚です。映像を基本的に見てて、こう何ですか、浮いたりとかは本当はしてないんですけど、こうライドがこうふわふわするので、本当に一緒にピーターパンたちと空を飛ぶ体験ができます。ロストキッズたちがこうスミーをね、なんかこう作ったやつに的当てしてるんですけど、このめちゃめちゃ下手な子がいるっていう、電球に突き刺さっちゃってます。かわいい。このベンチ、もしかしたらドアの扉から作られてる気がする。全部一個一個デザインが違うんですよね。続いてティンカーベルのビジーバギーに乗ります。かわいい羽がついてる住人の妖精さんっていうことなんですか？ものづくりの妖精で。ものづくりの妖精なんですね。ティンカーベルと一緒にいろんなものを作ってる妖精です。 ありがとうございます。すいません。よーく見るとこの柵がクリップになってたり、クレヨンだったり、迷い物でここを作ったのが分かりますね。今回のビジーバギーの設計図、これからこれに乗ることができます。足元よく見るとチーズの足跡ですね。ここにナナがいます。そのロンドンからこう迷い物が届いたんでしょうけど、これはナナの何なのかはちょっと私には分かんないですね。私たちはもう妖精サイズになっているので、全てが大きく感じます。中に入ってくると、これは屋根はクレヨンの箱となってます。そしてこちらも足をよく見るとさっきよりかなり大きい。これはグラフの足音なんじゃないでしょうか。ピクシーホローはこんな感じです。今からここに行ってきます。これもきっとロンドンから来たマッチ棒ですね。かわいい。足元もこの線もここ限定のものですね。かわいい。代わりに配達よろしくね。すべての季節を忘れずに届けてね。チーズがお休みなので私が代わりに配達します。わあ、ここは夏かな。ここは冬なので滑ります。すごく滑る。ツルツルしました。あー、テントウムシに色塗るのとか作品見てるとすごい、わあ、あのシーンだってなるな。ありがとうございました。いや、ティンカーベルって意外と見たことないって方多いと思うんですけど、絶対に一作品だけでもいいので見てきてほしいです。そうするともう体験価値超上がります。すっごい可愛いアトラクションでした。続いてルックアウトクックアウトピーターパンのレストランに行きます。あ、全然ありがとうございます。後ろも見せていただいてもいいですか。ありがとうございます。
ココナッツのインクをこうやってお絵描きに使ってるんですね。レストラン内のこのフリーで飲めるお水、雨水貯めて飲む風な感じですね。もちろん雨水ではないんですけど、それもロストキッズっぽくて素敵。こちらで食べられるメニューはこんな感じです。開くとこのエリアのマップになっております。食べくずあってごめんなさい。このレストランにはお手洗いがないので外に出る必要があります。今日はやってないんですけど、ポップコーンも売ってて、ここの味はローストビーフポップコーン。どんな味なんだろう。しょっぱい系は嬉しいですね。ここで先ほど見せたあのロンドンの時計のあのバケットが買えるということですね。ドクロ岩の内側にやってきました。この下に小舟があるので、これはチクタクワニからフック船長が逃げてきた船に似てる気がする。ドクロ岩からはネバーランドのお山も海賊船も見える。このロストキッズのエリアはこの足跡にも注目していただきたくて、ここめっちゃ可愛くてジャンプしてる対決なんですよね。みんなの足跡がここにあって、階段には足跡がなくて、ジャンプでどこまで飛べるかで、またみんなここから階段を登って、私の影が邪魔だ、登ってここに戻ってきてるっていう。足元にも注目してほしいです。ケンケンパ、ロストキッズたちはもう本当にずっと遊んでるんですね。最高。消火器とかがちゃんとこう分かりやすいけど、この世界観に馴染むように樽に入ってるのが素敵ですね。このファンタジースプリングス、すごいなんか音がいろいろ特徴的だなと思っていて、耳を澄まして歩いてほしいです。妖精の音がしたり、ロストキッズの喋り声がしたり、いろんな音が聞こえるので、ぜひぜひ耳を澄ましてみてください。いつかこう気軽に入れるようになったら、このベンチとかに座っての音と素敵な景色と楽しみたいものですよね。素晴らしすぎる。私はもうこの作品の中のキャラクターになった気分ですね。この海賊船の旗も気になるな。ピーターパンとワニと人魚の絵が描いてあるので、フック船長が倒したいキャラクターたちかな、そんな気がします。こっちの右側がネバーランドで、奥がアナ雪になるんですけど、その間にはこういった大きな石場になっていて、少し床の色が変わっていますね。こっちはちょっとオレンジっぽいんですけど、こっちはちょっとこうやっぱ雪国じゃないけど北欧のような色味ですね。アレンデールの水飲み場、いいですね。これ
本当に木か。すごい。掘ったんですかね。ミッキーの泡が出るスタンプもあります。ではアレンデールに向かいましょう。これはアナと雪の女王で、アナがクリストフに最後プレゼントしたソリですね。荷物ももう積み込んであって、いつでも使える状態です。この橋はおそらくアナとハンスが出会ったシーンの橋っていうんですかね、岸です。小舟もあってすごく再現されてます。細かく見ていくとこうやって人参とかもあります。スベンが喜びますね。なんかお家が全部このちょっとこう岩で底上げみたいにされてて、基礎がこういう岩になってるんですよね。そういうノルウェーとか寒い地域、雪とか降るからこういう作りになってるのかなと思って調べたら、そうではないっぽくて、なんかあんまりこう分かんなかったから、これは私の考察なんですけど、日本とかだともうコンクリートができてからはこういう石での基礎はやらないらしくて、っていうのも石はなんかやっぱ崩れやすいんですって。アナ雪って時代設定が1800年から900年ぐらいって言われてるんですけど、まあ、その時代のまあ古い作り方だったり、あとは地震がないヨーロッパだからできるものなのかななんて思ったりします。映画見てる時だとこんな家の作りまで気にならないから、こうやってリアルで見るからこそできる発見ってありますよね。このファンタジースプリングス内の数少ないトイレ、アナ雪のエリアにあります。そのねトイレのところがまた可愛くて、これよく見るとこうクリストフとスベンがこの王国の公式の氷デリバリーの人だよみたいな認定されてるので、ここはアイスマスターデリバーの場所だ。アイスデリバーの人しかここには入っちゃいけない、そう書いてあります。スベンとクリストフは出世しましたね。トイレの中は取れないけど、このマークかわいい。いっぱいお家が並んでて、もう本当に見切れないんですけど、一個一個こう窓の中見ると、そこにも一つ一つストーリーがあって、これとかはグランマ・オーケンズなんで、オーケンのグランマ、おばあちゃんが作ったなんかこう魚のなんか漬けたやつ、北欧とかであるやつですね。ここはなんかこう木彫りのお店なんですけど、このドアからはいろいろこう木彫りを作ってる音が聞こえたりとか、細かすぎる。短編に出てくるキャラクターやモチーフもたくさん隠されてるので、ぜひ短編も見てから来た方がいいです。街の中にはこういった掲示板がありまして、いろんなまあことが書いてあるんですけど、一番好きなのはこれで、フリーグローブ、多分エルサがもう手袋が必要なくなったんですよね、魔法を扱えるようになったから。なのでこの魔法を隠してたこのグローブがもういらなくなるよっていう
だから誰かどうぞみたいなことなんだと思います。アレンデールの町の中に水飲み場があったんですけど、君はトロールかい？隠れてるけど見つかってるよ。山から降りてきちゃったのかな、一人子供かわいすぎ。このアナ雪エリアのレストランはこのアレンデールのお城に入ることができます。ここがレストランです。ロイヤルバンケット。オーケンのお店もあります。ここではこのオーケンのフフーブレッド食べられます。アレンデールのお城の奥にはエルサのお城もあります。ここはエルサが凍らせちゃった噴水なので、ここでみんなスケートをしてたんですね。かわいい。後ろはそのままですか？あ、普通にシンプルに。ありがとうございます。すいません、行ってきます。あ、お兄さんはアレンデールの何をされてる方なんですか？はい、私はですね、村の外れに住んでおりまして、はい、山の小屋に。あ、あの小屋住んでいるんですけれども、はい、あの裏の小屋ちょっと馬車で毎日通って。そうなんですね。まだ最近あの来たばかり。じゃあお城で働かれてるっていうことですか？そうです、お城で今働かせていただいております。ありがとうございます。すいません、行ってきます。アナ雪エリアのアトラクション、フローズンジャーニーです。わあ、この壁紙も映画に出てきたものと一緒ですね。この写真とこの写真が並んで飾ってあるのエモいですね。わあ、これはお母さんのスカーフですね。受け継がれてきたもの、素晴らしい。これはアナがエルサにクリスマスに毎年送ってたオラフたち。すごい、こんなところまで。この暖炉はアナのためなら溶けてもいいよの暖炉かな。本日はようこそお越しくださいました。帽子
のライド素晴らしいですね。いや、まあどのアトラクションも素晴らしいんですけど、今香港とフロリダにもこのアナ雪のアトラクションがあるんですけど、それの技術も活用しつつ超パワーアップしてます。オーディアニマトロニクスもすごい量出てくるし、その動きも滑らかだし、映像もめちゃめちゃ綺麗だし、なんかもうすごすぎる。全ての技術、今まで培ってきた技術を全部費やしてるなっていう感じがしました。アナ雪エリアのゴミ箱はこちらです。かわいい。では続いてラプンツェルのエリアに行こうと思います。ラプンツェルのエリアはそんなに広くはないです。アトラクション一つとレストラン一つがあります。このラプンツェルが結構このひっそりあるんですよね。それもやっぱこのラプンツェルの塔っぽいですよね。ここにラプンツェルもいてお歌を歌っています。わあ、かわいい。あ、ぜひ。すごい、ありがとうございます。お兄さんはランタンフェスティバルの何の船大工の方なんですね。ありがとうございます。後で乗りに行きます。ありがとうございます。わー、かわいい。すごい刺繍というか、ここの生地も上品ですね。そうなんですよ。わー、すごい。コロナ王国のマークと、すごい、ありがとうございます。すいません。ではランタンフェスティバルに行きましょう。行きます。キートプリンセスのお誕生日をお祝いするランタンフェスティバルなんですけど、キートプリンセスがラプンツェルってことは知らなくて、まだ私たちはただただランタンフェスティバルに参加するためにここにやってきたということみたいです。昼間でこの自然の感じが綺麗なんですけど、夜はこのランタンが光るので、よりラプンツェルのランタンフェスティバルの空気が感じられます。もうやっぱランタンのお祭りに何度行きたいと夢見たか、
なんか海外とかであれに似たものとかがあったりするから行こうかなって思ったりしたこともあるぐらい、やっぱりあのランタンフェスティバルに参加できるっていうのが本当に素敵ですね。いや、素晴らしいアトラクションでした。本当、四者四様、すべてのアトラクション素晴らしいですね。もう映画に出てきたまんまですよね。すいません、ありがとうございます。かわいい、かわいいベルトこれなんですね。かわいい。2色ですか？長袖が2色で、はい、半袖がまた2色。あ、あるんですね。あ、ありがとうございます。すいません、すいません。スナグリーはこんな感じで結構肉肉しい感じのものとか、すごい重たいものがありますね。ここっぽい。うわー、もうあの曲に出てくるものがすごいいっぱいあるんですよ。見せきれないぐらい。ここは最初はこうやって木の横にお店があったんですけど、どんどん木が大きく太くなっちゃって、今はこうやって歪んじゃったので、お店の中にこうやって木が浸食しています。作り細か、みんな日々いろいろこう投げたりしてるので、刺さったり矢があったり、めちゃめちゃです。ここの水飲み場は樽から飲むことができます。ビッグノーズのこのラブレター、よかったね、夢かなって。フックハンドはこうやってピアノを弾くのが夢だったんですが、ここにピアノのステージができてます。ちゃんとこのレストランにもピノキオがいます。再現率高すぎ。ファンタジースプリングスの一番奥までやってきました。一番このホテルがあるところです。ファンタジースプリングスホテル。ゴミ箱はこの柄。最初にもご紹介したダッチェスがこの泉を他の人にも楽しんでほしいっていうことで作ったのがこのホテルだそうです。こっち側にもたくさん可愛いものがありまして、アリス、アリエル、ミッキーマウス、眠れる森の美女、シンデレラ、シンデレラ最高。ここが滝かと思いきや階段になってて、よく見るとガラスの靴も落ちてます。白雪姫、あれは七人の小人の歩いてる木っぽいですね。今日は中には入れないんですけど、ギフトショップもあって中もすごく素敵な作りになっています。ファンタジースプリングスホテルもすっごく素敵なホテル、まあ、外も中もサービスも素敵なんですけど、東京のディズニーリゾートのホテル、公式ホテルの中では一番上のランク、ミラコスタより上のランクになるので、そう簡単には泊まれるホテルではないかもしれないですね。泊まれる機会があったら楽しみたいですね。いや、ファンタジースプリングス本当に素敵で、
アトラクション一個一個の作りもすごいですし、街並みっていうかこの歩いてるだけでいろんな発見がありすぎて、本当時間がいくらあっても足りないなって思いました。アトラクションも何度も何度も乗っていろいろ見たいところが多すぎて、ちょっと本当にまたいつか来られたらいいなっていう感じです。現状ファンタジースプリングスに入るにはスタンバイパス無料のやつか、ディズニープレミアアクセスっていう有料ファストパスみたいなやつ、それのどっちかを朝一で来て取れればアトラクション一つ乗れてエリアに入ることはできます。でもまあ朝一どれだけすぐなくなるかは今まだ現状予想がつかないなっていう感じです。あとはファンタジースプリングスホテルとかに泊まった人向けのファンタジースプリングスマジックっていうスーパー券みたいのを買うか、バケーションパッケージっていうそのパッケージプランで申し込むかっていう、いろんなやり方があるけど全てにおいてこうなんか難しい、ルールが難しいし、私も正直全部把握しきれてるか自信ないぐらいなので、なかなか簡単にはしばらくはいけないのかなって思います。でもいつかはまあ落ち着いてくると思うので、また来られればいいなと思います。ということで結構時間も限られてたので駆け足でお伝えしましたが、ファンタジースプリングスの魅力少しでも皆さんにお伝えできていれば幸いです。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。